市長選挙の仕組み。なんか選挙のハガキが届いたんだけど、よくわかんないし、いいよ。ちょっと、選挙に行かないなんて何言ってんの。うわ、犬？犬じゃないです、選挙犬です。ねえ、せっかく18歳になったのに選挙行かないの。なんで選挙行かんといけんの。選挙っていうのは僕たちの代表者を選ぶとっても大事なものなんだよ。選挙で選ばれた僕たちの代表者が国や町のいろいろなことを話し合って決めることで、国の政策や町づくりは進められるんだ。犬の世界と違って力の強さだけでリーダーが決められないからいいよな。確かに勝手に決められるのは嫌だな。そうだよね。でもそんな大切な選挙なのに、昔は一部の人しか選挙権はなかったんだ。マジか。日本で初めて選挙が行われたのは1890年。たくさんの税金を納めている25歳以上の男性しか投票できなかったんだ。その後1945年には20歳以上の国民に選挙権が与えられ、女性も投票できるようになったんだ。今じゃ考えられないよね。現在は18歳以上の国民に選挙権があるから若い人も投票できるようになったんだよ。なのに投票しないなんて。じゃあ選挙って総理大臣だけを決めるものなの？あららら、実は選挙ってたくさんの種類があるんだよ。詳しく見てみよう。選挙の種類は大きく2つ、国の選挙と地方の選挙に分かれているんだよ。へえ、知らなかった。まず国の選挙には衆議院議員総選挙や参議院議員通常選挙があるよ。衆議院議員の任期は4年、参議院議員の任期は6年。特に参議院議員は3年ごとにその半数が選挙によって選ばれるんだ。ふむふむ。じゃあ地方の選挙は？地方の選挙には県知事や市長、また県や市の議員を選ぶ選挙があるよ。自分の縄張りのリーダーは自分たちで選ばないとね。やっぱ犬だ。だから選挙権です。選挙の仕組み分かったかな。僕たちの代表者を選ぶ大事な選挙、みんなの声を届けよう。そうだね、投票行ってみる。